2000X 年、南米アマゾンの奥地で大地震とともに超巨大神殿を中心とした遺跡群が出現した。世界各国の協力のもと、国際連合は科学部を発足、調査隊を送るが、遺跡付近には強力な磁場が発生し、その電磁波は調査隊のヘリ、探査ビークル、器具、計器類を故障させ破壊した。科学というものを全く寄せ付けなかったのだ。1年後、国連は公式調査を全て中止し、この古代マヤ文明にも似た遺跡群をランファント遺跡群と命名する。そしてその巨大ピラミッドをこう呼んだ。月の神殿と。遺跡付近からの電磁波の影響がここまで来ておる。やっぱり機械では近づけんというわけか。これは。どうかしましたか、ライト博士。ランファント遺跡群から発生しておった磁場が月の神殿を中心に広がってきておる。どういうことです。この数年何の変化もしなかったのに、数週間でここまで広がっているとは。それってドクター・ワイリーが調査に出かけてからってこと。何か関係があるんでしょうか。それは本当か。どのような理由かは分からんが、この遺跡の地下には膨大な人類未曽有の未知のエネルギーが眠っておる。ロック、国連科学部に連絡をしなさい。はい。これほどのエネルギーを無視するわけにはいかん。もう一度調査隊を送るように。待ってくれ。その調査はわしに任せてはくれんか。ワイリー君。わしはこれまで散々悪さをし、人々に迷惑をかけた。しかしそんなわしをドクター・ライトたちは許し、こうして迎えてくれた。わしは人類のために役立ちたいんじゃ。地球の未来のために働きたいんじゃ。分かった、ワイリー君。君にこの調査を任せよ。ドクター・ワイリー。ロール。もう少し早く気づけばよかったのだ。ロール、ランファント遺跡群から発する電磁波は世界中に影響を及ぼし始めていたのだ。強力な電磁波は最初に敏感で繊細な家庭用のロボット、そして大型ロボット、やがてお前たちのような戦闘用ロボットと人間を狂わせ、壊し、死に至らしめるのだ。ロールは治るんですか。こ
これ以上電磁波が強くなればあと2週間で電子頭脳のコアであるマイクロチップが破壊されるだろう。この程度の電磁波シールドではあの強力な電磁波からロールを守ることはできん。いや、ロールだけではない。このままいけば地球上の全てのロボット、人間、動物たちが死ぬことになるのだ。ロール、僕の本当の妹のようなロール、神様。これは、ドクター・ワイリー。地球上の全ての人間とロボットたちに告げる。わしの名はドクター・ワイリー。わしの足元にひざまずき、わしを地球上ただ一人の主と認めるのじゃ。さもなければ2週間以内に全ての人類とロボットは死ぬことになるであろう。2週間じゃ。2週間以内に全ての国はわしに降伏せよ。ライト博士。カットマン、オーケーじゃ。スイッチを切ってくれ。はい。どうじゃな、ロック。なんか生まれ変わったように清々しいです。そうじゃろう。一昼夜をかけて電磁シールドの特殊コーティングを施したから。この場所でなら全ての電磁波の影響を遮断できるはずだ。はい。いや、しかしこの特殊コーティングの効き目もせいぜい2週間だ。2週間以内にあの強大な電磁波を発生する装置を破壊するのだ。よいな。はい、全力を尽くします。地球のために、そしてロールのために。頑張りや。俺たちもこの電磁シールドのコーティングを施してもろたらすぐに応援に駆けつけるよってな。うん、待ってるよ。ロック、聞くがよい。科学の力があの遺跡に近づけん以上、私がお前を直接サポートすることができん。そこでお前のためにアイテムをボックスに入れ、衛星軌道の宇宙に近いところまで打ち上げ、そこからバラバラと落とすことにしたのじゃ。直接手渡すことはできんが、探し出して役立てるのだ。もうすぐ遺跡に着くよ。どう？電磁波の影響でコントロールが効かない。このままでは爆発する。ラッシュ、ビート、脱出するぞ。危ないところだったね。さあ、急ごう。迷いやすいって？よし、右へ行こう。あ、しまった。あ、こっちからも。よし。
待ってたぜ。メタルブレードの切れ味をその体で試すがいい。ありがとうビート。武器チップだね。さ、急ごうビート。ラッシュマリンで水中を行った方が安全だっていうのかい？よし、アマゾン川を渡ろう。ラッシュマリンだ。どうしたビート。ラッシュ逃げろ。ガッツガッツロックマン、ほら武器チップだ。
ありがとう、ガッツマン。ここへ来るとき、ヒートマンが倒されていたぞ。誰がやったのかな。ヒートマンが？あれ、そういえばビートは？あ、ビート！ありがとう、ビート。あ、回復アイテム。よし、これで元気が出た。ガッツマン、いろいろとありがとう。成功を祈るぞ。ビート、急ごう。ガッツ、ガッツ、ロックマン。